皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。ちょっとね、新聞読んでいて国会議員の数について書いてある記事があったんで、気になりました。そこで今回は日本の国会議員の数は多すぎるのかどうかというのを世界と比べて実際に多いかどうか調べてみました。日本は国会議員の数が多すぎる、もっと減らすべきだって、こういう意見を言う人かなりいます。また国会の中でも身を切る改革といって議員定数削減を主張する、そういう政党もあります。でもこれって何を根拠にして多すぎるって言ってるのか、なぜこれ削減しなきゃいけないって言ってるのかよくわからないので、僕自分でね調べてみました。現在日本の国会議員の数は713名、衆議院議員が465名で戦後最初最も少なくなっています。そして参議院議員が248名、この人数世界の国々と比べてどうなのかね、お話ししていきます。国会議員の数世界と比べるといってもそれぞれの国で人口が違うので、そのまま国会議員の数字だけ、人数だけを比べても比較になりません。ですからここでは人口100万人あたりの国会議員の数、これで比較することにしました。統計がありまして、世界188の国と地域、この中で日本の国会議員の数、100万人あたりの国会議員の数、これは168位、かなり人口当たりに直すと国会議員の数少ない、こういうことが分かりました。この間広島でサミットがありました。いわゆる G7 の国々と比べたらどうか、 G7 の中では一番多かったのはイギリスで 22.48 人、ね、人口100万人当たりでイギリスは 22.48 人、2番がイタリアで、イタリアは15.89 人、3番はフランスで 14.01 人、次がカナダで 11.21 人、5番がドイツで 8.68 人、その次6番目が日本だったんですよ。100万人あたり日本は 5.63 人です。で一番少なかったのはアメリカで 1.69 人。 G7 の中でも国会議員の数少ない方だってことも分かりました。でじゃあ世界の平均ね、人口100万人あたりの国会議員の数、世界の平均はどのくらいかというと 84.94 人と、だいぶ日本より多いんですね。ここに並べた数字からも分かるように、日本で国会議員の議員定数を削減、これを主張する根拠が全然見つかりませんでした。じゃあ問題は何なのかということですね。じゃあ専門家はどんなふうに言っているかと、ね、専門家の意見はというところで、佐々木元東大学長、この人は国際比較や過去の経緯から見て定数を削減する積極的理由や論理的根拠、これを見出しがたい、こんなふうに言ってるんですね。つまりこう定数削減はしなくても大丈夫だよと、こういう意見なんです。でここからは私の意見なんですけれども、もしこんな状況で定数削減をすると、今世の中複雑になってるでしょ、ね、多様化とか複雑化していく社会の中で議員の数が減ってしまうと、少数の意見が政治に反映されなくなってしまう。つまりさまざまな意見を政治や行政が組み上げることができなくなると、こうなっちゃうんじゃないかなと私は感じました。ですから問題なのは議員の数を減らすのじゃなくて、
議員の質を上げるということだと思います。議員の質を上げるにはどうすればいいかというと、議員を選ぶのは私たちです。ですから選挙で議員を選ぶ私たちの意識、これが今最も大切じゃないかなと、新聞の記事を読んで感じました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。